それではスタートいたします。ドライバーズオンザトーン。ドライバーさん、いいならいいって言ってよ。さあスタートしましょう。スーパートラッククラスのキッズスタートしております。さあ3人でマシン1台上から下に降りてきます。キッズ、さあ赤いマシーンですね。赤いマシーン壊れてますよ。ボディスって落としたら回収しますよ。あ、ボディスってますね、マシントラブル抱えてますので走行中断してください。赤いマシンですね。はい、ありがとうございます。ご協力させていただきます。さあ、伊藤選手が10秒558、川田選手が10秒784、杉本選手が10秒823、池田選手が11秒077、笠地が10秒553、佐藤選手13秒462、小畑選手が20秒472と続きます。下原選手と鈴木選手が計測されてませんね。さあマシン止まってるようです。さあホームストレートでマシンがハーフスピン、立て直してコースはクリアになっております。さあ4段上から下にマシンが降りてきます。なかなか厳しいコンディションですね。さあコースはクリア。残り時間2分です。参考までに、池田選手はもう少しラインを上に上げてください。はい、ブルーラインには入らないように走行お願いいたします。さあ、このヒートは伊藤選手が10秒558、川田選手10秒784、杉本選手10秒823、池田選手が11秒077。リターンですね。単数で接触があったようですね。コースはクリアしますね。はい、走行できるようです。コースはクリア。さあ、池田選手が11秒077、小畑選手11秒301、笠地選手が11秒533、佐藤選手が13秒290、鈴木選手が1分18秒099と続きます。時間は間もなく3分を迎えます。さあ残り1分。さあ残り時間は40秒。